よ。UAV があるかと思って手がかり探しに行ったがなかった。あるわけないだろ。くそ、見当違いだったみたいだ。あ、そう。うん。で、今日の揉め事は？今日は何もないな、本当に。キャップ、昨日揉めました、私。お前早速。お前いつも揉めてるだろ。ノーリミット揉めました。バッコリ揉めました。あ、そうなんか。バッコリ揉めたの。ちょっと聞こうか。ガチンコ、ガチンコです。あっちに聞くわ。あとでいいですか、ちょっと免許取りに行くんで僕。いいよ、もういらねえよそんなの。いやいやいや、さすがに約束してたんで。あ、そう。それだけ取りに行ってます。あ、早く帰ってこい。はい。揉めたんだって。いや、同じこと言ってる。いつも誰かと揉めてんじゃん。揉めたんだってよ。すごいな。あ、すごいな。なんか本当にすごかったよ。バッチバチ。すっごい揉めたんだ。うん、すっごい揉めた。もう揉めるのも一つの才能だよな。思ってる多分3倍揉めてる。え、じゃあもう大炎上だよ。うん、でもね、鎮火した。なんでそんな、そんなに大事だったのに今日平然と。メンバーで一時退勤します。お疲れ様でーす。これ全然知らなかったんだ、これ。お前誰に敬礼してんだ。でもね、俺か。はい。お二人に100点だよ。はい。俺の左の金髪には敬意払わなくていいぞ。この変な赤ちゃんには敬意払わなくていいぞ。あ、おいお前、アジカンに失礼だろ。本当に失礼。アジカン、このアジカンが赤ちゃんと。あ、違うの。歪んだ世界軸で生きてるわ。おはよう、元気か。おはようございます、元気っすよ。お前、おい、なんだその足は。靴を履きなさい、痛いだろ。寒くないのか。いやでも、キャップも涼しそうな感じで。俺は一応サンダル履いてる。サンダル履いてる。お前、素足やぞ。あ、ちょっと靴履いてきます。この辺はあれ、砂利がいっぱい転がってるから、はい、足怪我しちまうぞ。うん、地震が起きた時な。来た、もう一人受かったやつや。なこれ。ちょっと今日から就職なんですけど。あ、今日か。昨日か。どういうこと。間違えてジョブ外しちゃいました、僕。あ、じゃあお疲れ様。じゃあ退職です。じゃあエンディング迎えるか。分からないですけど、退職です。やだ、いいですよ。墓場行くか、お前の墓場行くか。初日で首。やだ、ちょっと本当に。自主退職だよね。いや、自主退職。じゃあジョブ、もう一回つけりゃいいじゃん。つけれる。いや、で、あと消しちゃったっすよ、ゴミ箱に。バカじゃない。じゃあもう自主退職。いや、嫌っすよ、一日で辞めたやつみたいな。いや、まあでも、そうじゃん。自分のやっぱ意思を尊重してあげたいから。いや、ちょっと聞く。すみません。はっきり言うけど、所長よりは友達いるぞ、この警察署で、こいつ。あ、そうなんだ。え、所長なんすか？あ、俺所長、初めまして。あ、すいません。知らなかったの。すいません。え、今日初めてお会いしました。初めてお会いしましたもん。へぇ。まあ、傀儡政権だからな。こいつはあれ、傀儡よ。じゃあジョブつけてほしいの？つけてほしいです。じゃあしょうがない、ちょあっちに来いよ。優しい、やっぱしょ。なんでゴミ箱入れんの？体験の癖で。ああ、受かったんだけど捨てたっていうこと。あ、体験の癖でそうなんですよね。まあまあ、つけ直すんかなみたいな。ああ、なるほどな。本質だったりして、それが。いやいや、もうやんないっす。一度ね、やったらもうやんないっすよ。最速だよ、やめるの。早かったな。ワンチャン断れんじゃないかなと思って、今日。ああ、いや、そう、断るのもやぶさかではないけど。いや、そうっすよね。断れますよね、僕が自分から外したなら。そうね。ああ。まあでもなんか、結構戻りたそうだから、ちょっと。いやー、やっぱまだ銃打ちたいっす。もうやめ落ちたんかと思った。いやいや、しないっすよ、そんな。ヤクザってシャツ着てるから。あ、もうこれで1日目も来たんで。あ、そう。言うて、はい。じゃあ、ありがとうございます。ね、一応所長だから、この金髪コビを取ったらなんかランク早く上がるよ。あ、オッケーっす。よし、じゃあ。かっこいいっすね、所長さんも。じゃあ1に上げてやる。1でしたよね、前回も。前回もってか働いた時。1に上げてやる。1に上げてやる。ゼロあるんですか、ここ。今1に上げてやったぞ。体験がゼロだよ。あ、体験ゼロ。あー。はい。これスワットはないんですか。スワット一応なんかいただいてて。あー、スワットもいるか。はい。もう戦場にしか行きたくないんで。スワットいらないだろ。スワットは別にいらないだろ。なんですか、給料高いじゃないですか。いるの、スワット。スワットいりますよ。金で働いてんのか。いや、お金も大事ですから。でもやっぱ活力になりますからね。じゃあスワット入れてやった今。ありがとうございます。ゼロだけど、なんかゼロなんですか。ゼロだけど、なんか言ってくれたらなんか上がる。やっぱかっこいいですね。初めてお会いしたっすけど、やっぱかっこいいっすよね。じゃあ1に上げて。今1に上げて。よし。い
ありがとうございます。これで、これで治った。うん。よし、ありがとうございます。よし。ちょっとこれから頑張ります。あ、頑張って、よろしくな。所長さん、え、名前、なんて言うんですか？俺？俺は、海外は、海外ではないジャック、ジャック・バウアーだ、名前は。ジャック・バウアーさん。うん、ああよろしくな。わかりました。よろしくお願いします。パロディキャラだよ。パロディキャラさ、あんまパロディキャラに向かってパロディキャラって言うのやめろ。ああ、パロディキャラ。あの、パロディキャラなんだからさ、パロディキャラにパロディキャラって言っちゃった答えだな、それ。パチモンだよ。パチモンっていうな。なるほど、なるほど。それも答えだからな。ああ、グッズしにくいやつだよ。大体そうなんだよ。グッズしにくいよ。グッズしにくい。なんとか頑張ってなってます。そうだな。なってる。なんとか頑張って、なんとか頑張って耐えてます。なるほど、なるほど。よろしくな。よろしくお願いします。ちょっとこれからお世話になると思うんですけど。しかもすごいのが、本所の所長だからね。南署とか北署とか。一番すごいってことですね。総本山、総本山だな、言ったら。よろしくお願いします。ちょっと言っときます。ちょっとマジで。よろしくな。こいつに認知されてないとランク上がるの遅いぞ。パロディキャラだけど。めっちゃ大事なんや。そうだよ。いや、なんか所長に何かあったら僕すぐ行くんで。ああ。もう人質とかなった際は僕も全然爆弾持って突っ込むんで。なんかかつてそう言ってくれた同じペンギンみたいなやつがいたんだけど、うん、同じこと言ってたんですね。ネタな、うん、ネタな。ネタっすよね。なんかネタらしいですね、うん、そう起きてほしいな。まあじゃあ着替えてきなさい。その期待してるから。ありがとうございます。ああ頑張ります。ありがとうございます。よろしくな。よろしくお願いします。よろしく。ちゃんとした服に着替えなさい。はい、すいません。ちゃんとした服に着替えます。よし。あいつ見どころあるだろ。おー、いいな。最初オールインの新しい人が来たのかと思った。それはそう。めっちゃいるやん。多いよ。よかったな。前まではさ、人質取ってもさ、俺なんか人質に取ってもどうせ誰も署員来ねえんだっつってさ、ね、前半はそうだった。誰も来ないぞとか言って泣いてたの。今はだからやっぱほらみんなね優しくなったの。よく見て暇でした。新人ばっかり。そう、新人ばっかり。そうなんだよ。別にバワーさんが人質だから来たって。新人すごいっすからね。逆にね、コンビニがかわいそうだなって。あ、コンビニがかわいそう。これです、ね、これです、実情はこれです。別にそのそんなことばっかり言ってるから内容、自尊心がぐちゃぐちゃなんですけど。内容どうこうだ。全員で次行きません。もうこれいいでしょ、この仕事しなくても。次行きましょう。はい、これが実情な。お前は今、対戦相手を失いました。はい、対戦相手が今もうそそくさと、もう雲の子を散らしたように。みんないなくなったらおもろいけどね。ピンクのパラゴンは敵が運転しています。で、残ったのは背中組。はい、背中組言うな。やめろや。はい、結局残るのは背中。お前歯は1トンちゃうぞ、ボケ。結局残ったのは背中です。いや、ちゃんとほら、ちゃんと聞こえるやんな、うん、あ、本当だ。で、ボイラーどこと揉めたんだっけ。思ってるより早かった。ノーリミと揉めました。まあ、ボイラーがノーリミと揉めたって。で、裁判かもって。、うん、まあ、まず一から説明させて。また南署かい。また南、また南署だ。本当だ、もう。ただ聞いてくださいよ。あ、どうした、言いなさい。一から説明しますね、うん、昨日ね、うん、救急隊から重症患者がいますって通報が入ったんですよ。撃たれた人がいると銃で、はい、うん、警察に通報があって、うん、そこ通報現場に、まあ、救急に向かって、うん、で、まあ、重症患者に対して誰に撃たれたんですかと言ったんですね、うん、したらその目の前にいる、ジョーカーだったんですけど、その撃たれた人は、うん、撃たれた人がジョーカー。そうです、うん、ジョーカーに誰に撃たれたんだって聞いたら、フーナフナの方に向かって指を指したんですね、うん。で、私がフーナフナを容疑者として、まあ、手錠をかけて捕まえたんですよ。うん、まあそりゃそうだわな。ええ、だから彼は、おい、ちょっと待ってくれよと。うん、うん、いや、それはないんじゃないって。いきなり逮捕はやばいよって。何がやばいんだ、うん、君は容疑者だぞ。プレイヤー殺人の容疑者だと、うん、で、持ち犬するなって、職質で。うん、だから、まあ銃とアーマー、それ、まあ違法なものがね、ボロボロ出てきたんです。うん、あれ、これ、まあ、じゃあ君容疑者として、あの、本署でちょっと話伺うからと、うん、連行したんです、そのまま。ジョーカーもそのまま連行しました。うん、事情を聞くために。そしたら、まあ道中ですね、まあちょっとないと、これはないぞと、うん、ふなふなから、うん、のやり方は手順間違ってるんじゃないか警察はって、うん、俺が警察だった時はこんなんじゃなかったと。え、
あいつ警察だったのかね。あいつ警察だったっけ。え、あの、ババアはいいけど、お前覚えとけよ、少将。え、受けたぞ、あいつ体験。もうスーパーシャウトでお願いできる。あ、失礼、あいつ、ババアはいいけど、所長は忘れたの。あいつ体験受けたんじゃない。そうだっけ。もう体験受けたら警察ができるから。ああ、ああ、いたわ、いた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 。体験は…いたいた。体験受けたけど、そうそうそう。その、体験受けたけど警察にはならなかったんだよな。そう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 。ああ、思い出した。うん。ちょっと僕もね、その時思い出せなくて、うん、俺この人警察だっけって思いながら、うん、頭の中でだったわ、だっただった だいぶ前だからな。過去だいぶ前警察では、その町に来てすぐぐらいの時に本当に、ええ、まあ、で、うん、自分が警察だった時はこんなんじゃなかったって言われて、うん、俺、うん、と思ってる時に、まあ、どんどん手順がおかしい、うん、警察だった、国家権力を暴力だと、うん、暴行させていると、いろいろ言われ、私もそのいやいや、まあ、これは僕は君がこうだから容疑者として逮捕したんだと、はいはい、うん、真っ当だと、私の手順は別に真っ当だと僕は思ってるし、警察の法律がとかなんか言い出したんですね、うん、私はもうだったら、そこまで言うんだったら、いや違うわ、向こうが裁判してもいいよみたいな言ってきたんで、うん、私も裁判でいいよそれはって、うんうん、もう話に拉致が開かないと、平行線ですから、私も折れるつもりはない、うん、謝るつもりもない、100点だよ、向こうも、こういう、まあ、思うところがあると私に、うん、警察の総意なのかそれはと私に、うん、問いただしてきました、うん、そこまでの問題になった、そう、そう、私のこのやり方は警察の総意なのかと、ジョーカーの件がね、うん、でも言ってもジョーカーじゃなくて、あれでしょ、船でしょ、ええ、はい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 、で、まあ私は総意ではないと、僕が個人で判断したことだから、他の警察官がこういう判断をするかどうかは分からない、それは遠いとは言えない、うん、返しました、うん、100点だよ、ええ、これ以上何かもうこの件に関して僕も言うつもりはないし、折れるつもりもないと、だから裁判でもいいよと、あの警察がその問い合わせするんだったら、しか、うん、裁判所に通してあの話をしてくれと、ほう、そしたら向こうは、ああ、まあでも裁判でもいっかと。その裁判さ、はい、それ裁判すんの分からないです。その後白夏実が来てジョーカーに呼ばれて、うん、多分助けを求めたんでしょうね、うん、揉めてるからと、ジョーカーが夏実くんに、はい、はいはいはい、ジョーカーはずーっと見てたわけね、そのやり取りを。ただ単に見てました、あいつが歌ったのに歌ったっていうか、あいつが打たれて、うん、フナーが悪いっつって指さした、でお前捕まえたってことでしょ。そうです、うん、ジョーカーとフナってなんかその仲いいの。仲いいっていうか、あれじゃない、同じ組織じゃないですかってことは、はめられたんじゃない。いや、てか、まあいいや、続きよ。で、はい、で、まあ、白夏目が、まあ、チョケだったから許してほしい。いや、そうだよな、それチョケだよね、多分。はめられたというか、そうか、チョケか。うん、って言われたんですよ。ただもうね、うん、その、救急からの通報で我々も動いてるし、その、まあ、撃たれてないとか、そういう話は、うん、まあ、チョケだったとしても、我々公務員からは見えないと。うん。それがチョケだったのかどうかは。うんうん、まあ、そうだな。それはそう、で警察も通報で動いてるんで、うん、まあそれはお前が悪く、正しい、はい、まあもし俺ら何も悪くないな、まあ、はい、まあ救急来たら、まあ重傷だったらそれはね、うん、救急も通報するのが義務ですから。え、てかさ、捕まえただけでさ、それってさ、 P 札になるんでしょ。結局 P 札はとわーっとといん、 P 札まではね行かなかったんですけど。お前何切ったの。銃刀違反ですね。え、そんだけでそんなに言われたの。はい、P 札をつけたからじゃなくて、中東不安です。え、で、裁判、あ、そんな人が指さしたぐらいで手錠をかけて捕まえて、あ、そうです、手荷物あさって銃刀法切んのはどうなってんだっつって言ってきたんだ。あ、そうです、そうです。あ、銃刀法ぶっちゃけた話さ、ちょっと待って、銃刀法ってさ、銃刀法だけでしょ、切る10万で10万です、ね、まあと物品押収、まあ、あと物品の値段ですね
や、あのさ、わかんないけど、裁判にするほどじゃなくねえか。いや、向こうからするとプライドっていう部分と、まあ、あと、まあ、警察、まあ、向こうからした警察に好きにさせないっていう気持ちの裁判なんだろうな、金額とかっていうよりかは。うん、私もまあ金額っていうよりかは、私もそのプライドを持ってやってるので、警察業務。うん、これで、あのギャング側から、お前のやり方は間違ってるよって言われても、別にそんなの、聞く耳持ちませんので、私も。これが市長だったり、うん、ね、裁判官から言われるんだったら、私もそれは考え直しますよ。うん、ああ、いや、100点だよ。お前は、お前の正義を遂行したもん。ええ、ギャングに言われたから、はい、そうですか、すみませんでしたって。何のため俺、警察やってんだって。まあ、実際それで弱腰にならなかった方が、あの正しいというか、そっちの方が評価できるよね。突っかかっていった方が。うん。やっぱ警察はもっとグイグイ突っかかっていかないと、やっぱり。うん。ええ、もうだから折れなかったです。ここで折れたら、もう私自身が否定されると思ったんで。うん、ここで折れたらね、もう終わりなんで、私。よく折れなかった。100点だよ。ああ。はい。まあ裁判になるかならないかは分からない。向こうがただ脅し文句で裁判やってもいいなって言った可能性もあるし、はい、もうそんなんいいじゃんって向こうなってる可能性もあるし。いや多分さ、それ俺ノーレミのボスと仲いいけどさ、はい、多分本人に聞いたら裁判なんて大丈夫だよって言いそう、普通に。そこまでのもんじゃないし。あ、そう、そんなしなくていいよって。だってさ、襲撃とかで1億とかだったら分かるけどさ、うん、たかが10万で裁判すんでしょ。絶対嫌じゃん。まあ、金額で見たら相当低いな。まあ言ったら、かけるものってプライドだけだよな。で、プライドも分かるけどさ、もともと直径で発生したプライドでしょ。じゃあいいじゃんってなるんですけど。引けなくなってるだけだと思うけどな、向こうも。いや、いさめられてんじゃないだから。この話、続きがありまして。うん、あ、ずっとあるんだ。はい、どうぞ。ハク夏目が、ジョーカーに対して怒ってたんですよ。頭打ったって。結局、これ、ジョーカーが悪いじゃんってなって。あ、まあ、じゃあ、確かに。だから、ジョーカーは実際、船に撃たれたんだよな、多分。まあ、多分、おそらくは。実際 ね、本当に。あそこまでは追及しませんでしたけど。まあ、それはもういいとして、ええ、そのことの方が内部的には問題なんじゃない。ちょっとね、そこで口論が発生しまっても、これ以上ね、私もちょっともう、うん、関係ないもんな、ね、そこの口論。そう、いいやつもりもなかったんで、私もちょっと疲れちゃったんで、うん、もういいやと思って、すいません、そこはね、そこまでは追及できなかったです。ただ、うんうんうん、ジョーカーに対して、ハク夏目は、まあ、沈めに行くわ、今からって言っており、でその後、ジョーカーが意識不明、意識不明というか、記憶をなくした状態で見つかっています。都合よすぎやろ。あらら。記憶よくなくならない、この街。じゃあ、記憶をなくしたってことは、本当にジョーカーは、撃たれたんだ。うん、それだと。まあ、推測ではありますけど、うん、そうでしょう。おそらくは、白夏目に。やられたのではないかと。それさ、ジョーカーがマジでさ言わなかったら、単純になんか何あのなんか事故ですで済んだわけだよね、お前目線。うん、あ、そうです、終わりました。銃が暴発したとか言ってさ、すいません、はい、こっちのチョケですとかってね。うん、うん、ジョーカーが刺した時ガチっぽくあいつ撃たれたみたいに言ったの。いや、何も言わなかったです。ただ指を刺しました。仲悪いの。じゃあもうそれはもうお前は対応せざるを得ないもんな。はい、もうその場にいたわけだし。ただ直径ですとは途中では言ってましたけど。うん、まあ、でもお前からしたら、まあ まあでも撃って人を撃ってダウンさせてたら直径だろうがなんだろうがやっぱり、救急の 前だったし、その救急隊もね、毎回その重症患者で通報してくれるわけじゃないですか、うん、それわざわざしてくれたのに、それなんか直径で。そうだな。うん、なんか、あ、これごめんね直径だったわで、なんか警察が引いてくるの、救急隊もえって多分なると思うんで、うん、あ、そこはじゃあ警察の威厳を見せるべく、そこはさすがに俺は、うん、素晴らしい、ね、完璧な対応、完璧な対応だ。まあ、あの、お前は担当したからいいんじゃない。はい、まあ、何も問題ない。裁判向こうが訴えてきても私は構わないと思ってはいます、うん、ただこういうことがあったよというのは一応共有、ああ分かった、しておいた方がいいかなと。まあでも本当にボイラー間違ってないと思うよ、全然。その対応でいいと思うし、まあ、裁判するんだったら別にしてもいいけど、多分
あんま盛り上がらなそうだから、ね、いや向こうが多分向こうが多分そんな裁判いさめると思うんだよね、うん、まあもうやるってなったら多分いやまあやるってなったらまあいいよ。いやでもあのね訴えるって言って訴えなかったらそれはそれで、ね、良くないから。ああ脅迫罪それ、うん、なんかありましたね。脅迫罪っていうかそう一応なんか法律上恐喝とか恫喝とかそういう類になるんだよな確か。ギャングが警察に恫喝罪恫喝ねえ訴えるって言ったの森田さん。今度はそっちが それは争点に裁判で裁判するかみたいな感じで言ってました、うん、あするかだと、まあ、裁判でもいいよって言い出したのは向こうだけどね。向こうでしょ。耐えてやるは言ってなかったかもしんない。言い出したのは向こうなのその裁判って言葉を。確か向こうが裁判するかって言われたんで私は裁判でもいいよって。あなるほどね、はい、向こう掘ったんだ裁判っていう言葉は。まあそうなったらだけど多分ならんでしょう。僕もなんかジョーカーがそうなってる時点でもうならない気がしますね。ジョーカー怒られてそうだね。そうです記憶なくしてんのおもろ、うん、多分ジョーカーが悪いねで終わって終わってそうな気はします、ね、打たれたのにな。打たれたのはジョーカーだけどでも仲間を打った方が罪が重いってことなんだ。そう、まあ、罪が重いんじゃないですか。ギャングの世界そうだよな、うん、でもましてや警察なんかに仲間を売るって最悪なんじゃないのか向こうから。確かに、うん、そう確かにね。その打った打たれたは直系でいいかもしれないですけど仲間を売るって行為はもうそこまで直系、うん、直系そこまであの公務員巻き込まなくていいんじゃないかって気はしますね、はい。じゃあ多分もうボイラーは関係なくてそっちはそっちで盛り上がるっていうかそのあのあれじゃない問題になってんじゃない。ジョーカーをこうジョーカーが仲間を撃ったことに対して撃ったまあわかんないけどね撃ったことに対して、うん、まあ、向こうでねどういう話になってるのかわからないですけど、うん、いや揉めたっていうからさどう大丈夫と思ったけど全然大丈夫全然大丈夫そうだったのこれ、うん、ボイラー100点だやっぱ。ありがとうございます。まあそのままでいいよ本当に。もうそのままでいなさい。はい。お前も南署の光だよ。ありがとうございます。昨日市長にも言われましたその後市長がこの件を知ってるか知らないかわからないですけど市長に言われた一言がおボイラーステーキどんどん焼いてこい。うん言われたの。言われました。まあこんなこと言うとあれかもだけど、いくらでもステーキは焼いていいぞ。うん。お前の焼いたステーキはうまいからな。いくらでも食ってやる。本当ですか。うん。あ、そうですか。それが上に立つ者のセリフかよ。いや、まあ。うん。そうか。まあまあ、もし揉めたら、また、あれじゃない、話したらいいんじゃない。裁判はするかは知らんけど。まあ、裁判になったらもう僕も気引き締めてやらないとダメですね。ボイラー訴えるより向こうはジョーカー訴えた方がいいけどな船は。みそぎとかそうだね。まあやっぱそこの解決まずしてほしいけどね。同じ組織なんだし。そうだよ。それでいちいちなんか、うん、あのチョケの喧嘩でこっちもさ行くの大変だしさ。うん、まあ、確かに。要はお前とばっちり受けたんだからね、うん、まあとばっちりなんですかね。まあとばっちりじゃない。ああ悪いのはジョーカーだな。ああそうだね。うん記憶なくなってまっ、ジョーカーよくないね。記憶なくなったってことはもうやられてる、もう見そがされてるってことやしなあ多分。それ陽光炉に沈んだってこと。いや分かんない。海なのか陽光炉なのか分からんけど海なのか陽光炉なのか。でもまあ陽光炉なのかな。見そがされてるなそれ。でもよかった。なんか南署だからさお前またなんかお前が悪い方なのかと思ったけど。いやそうそうそう、はい、そう、まあ、先入観でな、まあ、そうですよね。そうそうごめんごめん。いやめちゃくちゃなんか正しいことしてるから、うん、ああありがとうございます。ああ南署にもまだまともなやつがいたんだと思ったよ。確かに、ね、南署で良質なステーキ焼けるのあんただけだ。あ、 あと腐ってるからな。腐ってる腐ったステーキ。あー腐ったステーキばっかりだから。
ようやくこっちが上からいけるステーキ出てきたね。はい、ね確かに。ああ、確かに。そう言われてみればそうか。いつも大変申し訳ありませんでしたから始まるからな。そう、こっちが謝罪参りをしないといけないものじゃなくて、お前の言う通りかかってこいのスタンスでいられるのは。うん。うん。ええ。これでジョーカー乗り味がいなくなってたらちょっとウケるけど そんなあれそれが大問題になってでボイラーが逆並びされたら一番ボロいけどね確かに、まあ、まあそうだとしてもかかってこいですそれはそれでそうだよかかってこいだよ、まあボイラーからしたら知ったこっちゃないもんな知らないです知らないです、うん、分かった、はい、ご苦労さん、まあ、ジョーカーだろうが船だろうが、うん、乗り味だろうが、まあ、この件に関してはまあ僕は引くことはないので素晴らしいそのままでいてくれ、はい、お前はなわかります。